煮干しは頭と腹綿の部分を取ります。大きいものは縦2つ割りにします。鍋に水と煮干しを入れ、そのまま30分ほど置きます。鍋を弱火にかけ、軽く煮立たせながら6分から7分煮出します。浮いたアクは丁寧にすくい取ります。布巾などを敷いたザルで静かにこします。これで煮干しだしの出来上がりです。